どうも、バイコクです。シティーズスカイライン実況第27回始めていきたいと思います。前回はですね、ここにある、生田川インターチェンジ風インターチェンジの作成っていうのをしていきました。でですね、前回いただいたコメントなんですけれども、実際に、作った生田川インターチェンジっていうのと実際のインターチェンジを、まあ、見比べてみたら、再現度っていうのが、まあ、分かりやすいかなっていうふうに思うっていうコメントをいただいたので紹介していきたいと思います。左側にあるのが生田川インターチェンジの実際の写真です。で、右側が前回作った僕のインターチェンジですね。はい。でですね、こんな感じで、色分けしてですね、まあ、川とか高速道路っていうのの、まあ、位置関係っていうのをちょっと分かりやすくしてみました。まあ、基本的な構成っていうのは割と実際のインターチェンジに習って作ってみたので、まあ、似てるところはあるんですけれども、ところどころですね、まあ、変えてるところもあるので、まあ、こんな感じでちょっと近くで見ていっていきたいと思います。はい。割とこんな感じでちょっと高低差もありながらギュッと詰まってる感じというか、そういうのがなんか日本のインターチェンジっぽくて割といいかなっていうふうに僕は思ってますね。あとはちょっとこういう川沿いに遊歩道みたいなのをつけたんですけれども、まあ、それもなんていうか景観と相まって割とリアルな感じが出てるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、先ほどのコメントでもあったんですけれども、川沿いの一般道路っていうか、まあ、国道と言ってるところが、まあ、最後の方混んでたんですけれども、その渋滞した原因っていうのと対策方法について解説していきたいと思います。画面左上の方が住宅オフィスエリアで、右下の方が商業オフィスエリアになってます。でですね、渋滞してたのがこの赤い矢印のラインだったと思うんですけれども、そこがなぜ渋滞してたかっていうと、この図のようにですね、商業オフィスエリアから右上の方の高速に行くにはこんな感じでぐるっと U ターンしないといけない、そういうルートしかなかったんですね。なので前回の動画の後半ですねっていうのがすごく渋滞してたんですね。はい。でですね、ここに新しいルートを作ってあげました。この青いルートを新しく作ったんですけど、それをまあ加えることでですね、この商業オフィスエリアからスムーズに高速道路にアクセスできるようになって、この渋滞っていうのがまあ一切なくなりましたね。こんな感じで新しい高速のインターとか地区を作ったら、都度様子を見て、まあ、そこに新しいルートっていうのを足してあげることで渋滞っていうのがなくなります。はい。ではですね、早速今回はタイトルにあるように、まあ、サッカースタジアムを作っていって、まあ、その周辺をちょっと作り込んでいこうかなっていうふうに思ってるんですけども、その前にですね、この都市の説明というか、まあ、どこに何があったりするっていうのをの位置関係っていうのを、まあ、今一度おさらいというか、まあ、最近新しく見ていただいている方も結構いるようなので、その方のためにちょっと、まあ、どういう都市設計になっているのかっていうのをおさらいしていきたいなっていうふうに思います。この画像はですね、まあ、僕の今作ってる都市のだいたい7割ぐらいの景色っていうのを、まあ、部分的に見せてる絵なんですけれども、ここにエピソード26、前回ですね作った生田川インターチェンジっていうのがあります。それでここにあるのが、4連 Y 型ジャンクションじゃなくてインターチェンジですね。この4連 Y 型インターチェンジっていうのは、まあ、完全オリジナルでやってて、で前回も詳しいそういう構造の話だったりっていうのを話させていただいたので、まあ、もし興味ある方いれば、まあ、見ていただければと思います。で、4連 Y 型インターチェンジの前っていうのが、裏技まとめみたいなそういう動画を上げたんですけど、その前に上げた動画が、貨物港の造作っていうので、まあ、ここ一体貨物港を作っていたんですね。でエピソード22で終わる予定だったんですけど、ちょっと船の座礁とかっていうトラブルがあったんで、23と2回に分けてここの貨物港っていうのは作っていきました。はい。それでですね、エピソード22じゃなくてエピソード21ですねの回が、総合大学の造作っていうことで、ここに、総合大学っていうちょっと大きめの大学っていうのを作りました。割とその図書館だったり医療センター研究棟、あとは普通の大学っていうのを組み合わせて作ったんで、割と見応えのある、まあ、動画になったんじゃないかなと思うんですけど、あんまり
人気がない動画になってます。はい、とまあですね、こんな感じで、まあ、とりあえず直近の、まあ、動画っていうのは、まあ、どんなことをやってきたかっていうのを、まあ、紹介していったので、まあ、興味がある方がいればちょっと見ていただければなっていうふうに思います。でですね、今日はサッカースタジアム、まあ、タイトルにあるようにサッカースタジアムっていうのをここに作っていきたいと思います。それではですね、まあ、いつものように、早送りで建築パートを、まあ、お届けしたいと思います。それではどうぞ。はい、ではですね、今回もコメント返信&質問コーナーをしていきたいと思います。今回もですね、まあ、たくさんコメントいただいてありがとうございます。早速始めていきたいと思います。はい、では初めの質問です。リクエストを応じていただきありがとうございます。バイコグさんは好きなジャンクションや、インターチェンジはありますかっていうことなんですけれども、ありがとうございます。僕は特にないです。はい特にそのジャンクションとかインターチェンジについてこう詳しく知ったっていうか、こうそのものの存在っていうのを、まあ、認知 しだしたのって実際シティーズスカイラインズを始めてからというか、まあ、実況者の方の、まあ、知識だったり、まあ、話っていうのをまあ聞いてから初めてですね、まあ、ジャンクションとかインターチェンジっていうのがこのようにいろんなこうデザインがあってですね、こういろんな効率を考えて作られているものっていうのを知ったのが本当に最近なので、特に、ね、僕はそこに対して あの知識っていうのもそんな全然ないですし、でもですね、まああえて言うなら、なんだろうな、三郷ジャンクションですかね。まあ、そこはね、1回だけ通ったことがあるんですけれども、その通ってる時の景色っていうのが、あ、これシティスカイラインのこの見たことあるみたいな、そういうのでね、割と印象に残っているので、ハーフタービン型でしたっけ、タービン型か、やったんですけど、それがねすごく、まあ、印象に残ってるんで、まあ、僕はそれ好きかなっていうふうに思います。はい、続いての質問です。いつも見ています。今回は地元ネタすぎてびっくりしました。余談ですが、生田川インターチェンジは日本で一番渋滞する阪神高速で一番渋滞するインターチェンジです。生田川インターチェンジの北側は埋め立て地で、その先は企業ビルや大型商業や、この間テレビでも紹介されていた動物王国、そして神戸空港があります。三宮からモノレールも敷設されていますので今人気のところです。バイクさんに、動物園や水族館など子供が遊べる商業施設を作ってもらいたいですね。ありがとうございます。なるほど、まあ、詳しい情報ありがとうございます。こういうね情報はねすごく助かりますね。僕があんまりそういうのに、まあ、疎かったりするので、まあ、こういう補足情報みたいなのあると、まあ、嬉しいです。で、リクエストなんですけども、動物園とか水族館っていうのも、シティーズの中にはあるので、まあ、今後ですね、まあ、そういうのも作っていきたいなっていうふうに思います。で、まあ、作っていくときにですね、このコメントで言われているように、まあ、子供が遊べる商業施設っていうふうに、まあ、言われてるんで、まあ、そういうところにもこうなんていうか軸足を置きながら作っていけたら楽しいかなっていうふうに思います。ありがとうございました。はい、続いての質問です。裏技編から見ています。綺麗な街づくりが毎回楽しみにしています。ありがとうございます。売国ってどんな由来なんですかということなんですけれども、ざっくり言うと、あの4文字の名前にしたくて、まあ4文字中1文字が濁点の名前にしたかったんですね。なので売国になりました。あの、まあ、詳しいことはね多分コメント欄に、まあ、長く見てくれてるリスナーさんがいると思うんで、その人がね補足説明をしてくれると思うんで、まあ、それをね見てください。はいはい、じゃあ続いての質問です。ミッションで人口10万人にしないといけないのですが、8万人ぐらいになると人口が減っていき、また増えるのですが、また8万人ぐらいになると減ってを繰り返しており、なかなかクリアできません。何か解決方法があれば教えてくださいってことなんですけれども、これミッションのことはなかなかちょっと僕はあんまりわからないおじさんなんで、ちょっと詳しいことまでわからないんですけど、まあ、人口を、単純に増やしたいっていう、だけの質問であれば、
まあいろいろ方法あって、まあ、一つ簡単なのが、まあ、建物レベルを上げるってことですかね。建物レベルを上げるっていうのは、まあ、周辺の地価を上げるっていうことなんですけども、周辺の地価を上げて建物のレベルっていうのを上げれば、その一つの建物に住む、人が、まあ、増えるんですね。まあ、そういう増えるとやっぱりその、人口っていうのが、まあ、それに応じて上がっていくので、まあ、地価を上げるには、学校だったり、あとはまあ消防、警察、病院、あとはまあ公園とかですかねっていうのを、まあ、近くに建ててあげることで周辺の地価が上がって建物レベルが上がって、人口が増えていくっていう風になります。でちょっとね、なんていうかお金的に厳しいっていうのがあれば、その住宅区画にあのバスを通してあげることですね。バスやったら別に路線を作ることはあのお金がかからないんで、あの簡単にできると思うんですけど、バス作ってあげて公共交通機関のその充足度を上げてあげることで、かなりそれでも人口っていうのが増えるんで、まあそれも試していただければなっていうふうに思います。あとはまあね、なんだろうね、あとは税金ですかね、税率を下げることとかですかね、それも割と効果的ですね。人口っていうのが増えます。まあいろいろ試してみていただければと思います。はい、では続いては最後の質問になります。初コメです。生田川インターチェンジ作成お疲れ様でした。ありがとうございます。自分が初めて免許を持って親と走ったインターチェンジなので、とても感慨深かったです。いいですね、そういうエピソード。ありがとうございます。で、インターチェンジとは別の質問なのですが、都市や駅、大学とのデザインは何か参考にしているものがあるのでしょうか。資料やウェブページ等があれば参考にしたいですとのことなんですけれども、ないです。はい、これはまああえて言うなら Google の、なんだっけ、 Google マップとか、まあ、Google Earth とかで見てこうちょっと、まあ、どういう風になってるのかなみたいな。今回のそのサッカースタジアムもなんですけど、まあ、サッカースタジアムの周りには何があるやろなとか、あとはまあその渋滞とかした時のことを思って、インターチェンジとか、まあ、道路の敷設はどうすればいいやろなみたいな、そんなことをまあ考えながら、まあ、やったんですけど、その実際、まあ、この、スタジアムをちょっと真似て作ろうとか、ちょっと参考にしようっていうのはあんまりなくて、割とだから前回の、生田川の時も実際のインターチェンジでこんな感じになってんねんやと思うとすごく新鮮な気持ちでしたね。で、まああえて言うならその、まあ、Google マップなんですけども、その考え方として、まあ、自分がそのこの都市に、まあ、もし住んでて生活しているならば、まあ、どういうようなその街の構成であるのがいいかなっていうことを、まあ、考えながら作ってるというか、例えばこの、サッカースタジアムなんですけど、この駅を降りた時に、ビジネスパークのこうアーチがあって、それ越しに見える サッカースタジアムみたいなのを、まあ、作りたかったんですね。もし自分がこう駅を降りた時に、まあ、見る景色を想像しながら作っていくと、そのなんていうか割とリアリティのあるような感じにできるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ぜひね、頑張って作っていただいて、その結果っていうのをね、僕のリスナー参加型企画のところに送っていただければなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。というわけで今回も質問コーナーありがとうございました。またね、ぜひぜひコメントの方はお待ちしてますのでお願いいたします。それでは続きをどうぞ。
こんな感じでできました。割と完成度も高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、あとここにちょっとテレビ局なんか置いたりして、ちょっとサッカー中継をこうダイレクトに配信できるような環境を、まあ、考えました。でですね、こんな感じで区画を塗っていきました。まあ、スタジアムの周りには商業区画を、まあ、設定して、でちょっと離れたところに住宅区画を置いたような、まあ、構成になってます。はい、こんな感じでちょっとディティールのところまで今回作り込んでいったので、まあ、ちょっと、まあ、ぐるっと近くで見ていきたいなっていうふうに思います。で、まあ、駅前があって、まあ、その前にですねちょっとビジネスパークっていうのを置いてですね、まあ、駅前のこう空間というか、まあ、景観っていうのを、まあ、高めました。で、まあ、サッカースタジアムがあってですね、でちょっと脇に、まあ、バスケットコートっていうのを置いたりして、ちょっとスポーツ都市というか、まあ、そういうところをイメージしました。でちょっとその裏にはまあ遊歩道なんかがあったりして、なんかこういうスタジアムの周りにはちょっとなんか緑があふれてるようなそういうイメージがあったんで、まあ、こういうのも作ってみましたですね。こんな感じでこう駅を降りたらこうビジネスパークがあって、その前にこう広がるスタジアムっていう、そういう景観っていうのをまあ作りたかったんで、まあ、今回はこういうふうに作りました。ではですね、こんな感じでできたので、最後この都市のこう発展系っていうのをこう早送りで見ていって終わりたいなっていうふうに思います。あ、こんな感じですね。こんな感じで駅降りたらこうビジネスパークの向こうに広がるスタジアムっていう、これがかなりかっこいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、思います。ではですね、まあそんな感じで今日は終わりたいなっていうふうに思います。ではですね、最後、まあ、ちょっと気に入ったり、いいなというふうに思ったら、まあ、コメントの方で応援していただければモチベーションにつながるのでよろしくお願いします。ではバイバイ。